はい、早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日なんですけれども、上智大学のカトリック推薦の話をちょっとしたいなと思ってます。よろしくお願いします。カトリック推薦ってのは本当にいろんなこと言われてて、なんかそれこそその上智ってまあ公募で受けるにしても、まあ指定校で受けるにしても、あるいは海外就学者で受けるにしても、一般で受けるにしても、結構まあ難しい難関大学なんですけども、カトリック推薦だともうなんか偏差値40ぐらいのいわゆるカトリック系の学校からでもなんかこう名前書いたら受かるみたいな話があったりとかして、まあ、実際そこら辺どうなのかとかっていうことで結構ご質問いただくことが多いので、まあ、今日はちょっとそのあたりも中心にお話をできればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。でまずカトリック推薦に関してなんですけれども、結論から言うと確かに他のその上智の、まあ、公募だったりとか海外就学者だったりとか、まあ、一般入試だったりとか、まあ、そういったものと比べると非常に入りやすいっていうのはこれは事実なんですね。ただ一方で油断はしちゃダメですよっていうところがあって、これすごい大事なんですよね。やっぱりこう油断せずにちゃんとやっていくっていうことは非常に大事で、それができるかどうかっていうところですね。油断せずにやるってこれどういうことかっていうと、まあ、上智のカトリック推薦の場合だとですね、まあ、一つのあくまでもイメージとしてお話をすると、例えば、まあ、うちで上智の過去問、まあ、5年分ぐらいですかね、用意してまして、でそれをそのなおかつ、まあ、公募だったりとか海外就学者だったりとか、あとはまあ他にもいろいろとあるんですけど、その海外の公務系のやつとか編入とかいろいろあるんですけども、まあ、大体6種類ぐらい持ってるんですね。でそうするとまあ30問ぐらいあるんですけども、30年分ですね、30年分ぐらいあるんですけども、それをしっかりやっていただく。あとはカトリック推薦の場合は基本的に2つの学科選べますんで、例えばドイツ語学科とドイツ文学科とかそういう形でできますんで、まあ、そうすると大体イメージとしては、まあ、その2つやるとまあ60年分ぐらいできるんですね。でそれやっぱりこう上智で合格レベルが取れるまでしっかりやっていくっていう形になると、まあ、うちの場合やっぱり3回ぐらい書き直しをしていただくんで、毎日その新しい問題と書き直し両方とも毎日学習会でやっていただくとか、あとはその、まあ、いわゆる面接ですね。面接に関して言うと、面接はまあその基本的には本番の試験の出来が良ければもうなんかウェルカムみたいな感じで、なんかそこでなんかこう聞かれて答えられなくても全然合格しますし、割とこう本当お客様的な感じでもう普通に行って、それでそのままうまくいったらもう合格っていう感じで行きますんで、やっぱりまずはその試験の内容をしっかりちゃんと答えれるようにするっていうことがカトリック推薦ではすごい大事で、まあその一昔前とかもうほぼほぼしていこうみたいなもんだよって、まあほぼほぼいけるよっていう風な話もあったりしたんですけれども、まあそれがやっぱりこう今の時代必ずしも空なくなってきてる。そのカトリック推薦でもあまりにもまずい人であればやっぱり落としていくっていう風な形になっていくのが、まあ、上智の現状としてもあるので、そういうところをやっぱりしっかりやっていきながら進めていくっていうことがすごい大事なことで、それができるかどうかっていうところがすごく鍵だと思いますんで、ちょっとそんなところをですね、しっかり考えながらちょっとやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。